はい、ちょっとオープニング撮る時間がね、ちょっと歩きながらしかないんで今撮ってるんですけども、はい、神田駅着きましたってことで、まずはじめにね、こちらの動画見ていただきたいんで、はい、見てください。いや、ハマスタでサンタってはさすがにないやろ、ほんまに。ありえへんって。何しに来てん、俺。まあでも、マジでな、今年まあ行けるかわからんけど、来年中にはね、絶対に、リベンジ行きたい。ここマジ悔しい。ハマスタでサンタで悔しすぎやろ。まあ僕自身2回からしか来てないからさ、あれやけど、マジで悔しすぎるからさ、ほんまに。絶対リベンジ来ちゃうから、覚えとけよ、ほんま。ほんま覚えとけよ、ほんま。はい、ということで、ね、2022年6月30日1点リードで迎えた、9回裏太田大志選手同点タイムリー、そして宗井選手、楽天のタイムリーかサヨナラタイムリーでね、負けましたと、すっげえ悔しくて、来年中にはリベンジ行くと言ってたけど、去年結局行けんかったんですけどね、この大事な時期に、リベンジ来れるってことで、はい、すごく幸せというか、あ、絶対負けられへんぞと、バチバチ熱いものがあるんですけども、なんとかね、勝てるようにというか、全力でね、応援していきたいなと思います。タイガースとしては、4連勝したら、そしてジャイアンツが4連敗したら、アレンパマジック4が点灯します。はい、444の法則なんでね、覚えてください皆さん。授業で出ますんでね、覚えて帰ってください。ということで、はい、とにかく内容は正直どうでもいいんで、勝つことが一番なんですよね。というところで、とにかく、僕自身また現地でね、勝ったことないハマスタですけども、今日勝てるようにね、全力で応援していきたいと思います。ということで、ちょっとダッシュでね、ハマスタ向かいたいなと思います。電車を降りてから5分かな、でここまで来ましたんで、ハマスタの前までめちゃくちゃ近い、ありがてえですね。さあ、野球は2アウトからですから、やっぱり野球は2アウトからですよ。ええがんばれ西さん、入った、うわあ、入ったやろ、2点差やったらいけるやろ、頑張ろう、点差スリーラン打たれました、ゼロ。でもまだ序盤やからな、楽天しただけやろ、5点差、もうハマスタやで、ハマスタの5点じゃんか、1点使いしてたらわからんよ、ということで頑張ってもらいましょう、奇跡起こすぞ、5点差も取り返すぞ、きな声で、ね
もっともっと大きな声でレッツゴーレッツゴーレッツゴー今日めっちゃうせだ振り抜けかっ飛ばせめっちゃうせだ振り抜けかっ飛ばせおおおおそれかっ飛ばせ今日かっ飛ばせ今日横浜倒せだけや絶対勝つぞタイガース勝飛ばせ梅ろ梅ろ開いちゃうぜだまあ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 判定さんはもう分からんよ勝てるよいけるよいけるいけるいける梅ろいいぞいいぞ梅ろ梅ろ梅ろもう1点取りたいなでもね3点取られたもんまず取り返したいねカットバセキナミカットバセとりあえず井上くんが同点ホームランを打ってくれるやろうんそうだ、音、打ってもらおう、大きな声で輝く我が名と走りたいよ
最高、まっ仕事終わりの海君が合流しました。久々俺ら2年前悔しい思いしてるからね。その前の日も負けてますからね。僕ハマスタだけで勝ったことない。セリーグの球場で今日買いましょう。今日当たり前やん。何言っても今日明日練習してタイに戻すんよ。絶対買いましょう。そうやで。ってことで唐揚げいただきます。いやちょっと冷めてもうたわ。でも美味しい。味は応援で熱くなります。うん、絶対に汗まみれ。うまい。頑張って応援してや。追いついて逆転してもらいましょう。よし。取れ。そんなことダメか。甘い。押しようか。今1点取られた。2点差や。2点取れば追いつくね。簡単やろ。あれだ、もう一回4点取りゃいい。そう、もう一回4点取る。そう中央で簡単やろ。えいよし、オッケー。これや、うん、もう次進塁打打たれてもいいわけよ。ワンアウト2塁やから。2アウト3塁。もう次のバッター押さえたらいけん。その次のな。オッケー大丈夫。これがいい。大丈夫。オッケーよし。オッケー。はいはい、2点取られたら2点取ればいいだけ。2点されたら2点取ればいいだけ。まあ、3点取れればね、勝ち越せるんで3点取ってもらいましょうか。とりあえず次森下くんからやから、めちゃくちゃこの次の回大事だと思うね。1点でもとりあえず返すみたいな。ね、大丈夫。このクリアップだったら2点いったら取れる。取れる。まあ最低でも1点は取れるやろ。取ってくれるやろ。うん、だからやってもらおう。なんか分からんけど、やっぱ負ける気せえば勝てると思う。この時振り抜け右京よっしゃー。よーし、オッケー。右京あれ、いいぞ右京走りたいよ。
くん、もう一丁。よし、じゃあ行こう。逆転するぞ、タイガース。するぞ、逆転するぞ。遠いな。まあでも1点差やからな。いけるっしょ。やっぱり島本で行く。いけるいける。いいよ。やる気ないんじゃん。とりあえずワンアウト。とりあえずワンアウト。頑張れミズリー。よーし。さあ頑張れミズリー。あれ。スワード。オッケーオッケー。せーの。その気になった。はい。よっしゃ。イエーイ。ベイズリー。ベイズリー。ナイス。これ流れ変わるよ。これ流れ変わるよ。うん。ひっくり返そうや、おもろいやん。ひっくり返してドラム起こそうや。これひっくり返せたらさ、マジで連覇いけるぞ。悔しいな、まだ終わってないからな。頑張ろうぜ。それ絶対勝つぞタイガース。絶対勝つぞタイガース。はいはい、みんな気づいた。さっき3点取られた後に4点取ったよ。ってことはこの回3点取られた後だから4点取れば追いつけんの。ポジティブにいこう、一撃今この時振り抜ける今日、勝利を導く気迫。よっしゃ、ほら来た、ほら来た。いいね。諦めたらかん、ネバネバネバされんだ。それいいぞいいぞ、行こう。勝利への一撃、運命の気迫の戦術、燃えろよ夢のゾーデカイアーチ。 OK 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 OK。 ボート、あ、いいよ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 。ちょっと上がったかな思ってんけどな、うん、いいよいいよ、心理だ。キナミ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 いけいけいけ。まあまあまあ、チカが返してくれるよ。よっしゃー、いけるいけるいける。でも代打でもいいと思うで。
まあ、守備は分かるで、守備は分かるけど、点取るのは勝たれへんからな。上田がいるじゃん。ここで原口さん使うんかったら、いつ使うの。原口、守備は上田がいるからいいっすよ。熊谷くんも上田くんもおるしな。まあ、いいよ、岡田が送り出しちゃったらいいよ。信じるよ、中野くん信じて応援するよ、うん、岡田さんかな、送り出した選手やから俺らは全力で応援するだけや。中野思い切っていけ、中野くん頑張れ、さあ飛ばせ中野、行け行け、ラベラ、いつにまで長打狙ってんの？わからんけどさ。まあ4点ぐらい跳ね返したろか。まあ恐ろしいコールが聞こえたんですけど、あの4点ビハインドで。ケイレシキ頑張れ頑張れ、ケイレシキさすがに休ませへん、過労死しちゃう。いやフル回転させるとは言ってたで、でも4点ビハインドやで、2点とか3点ちゃうねん、まあ、2点3点でもちょっとなんでってなるけどさ、4点やで。いいのかそれは。まあ、このキリシキ君のピッチングが逆転を呼び込む力になるかもしらんし、まあ信じるわ、すごい、あんなにやえみなあったねえみな、おめでとう、おめでとう、ありがとう、誕生日はな、1年2回からな、それは普通におめでとう、おめでとう。よっしゃ逆転勝か、まず追いつこうか、もう一気に逆転勝と思ったらしんどいやろ、4点取ればとりあえず試合続くからな、12時まででも付き合うよ、1時でも付き合うよ、逆転するぞ。ボレーした、ボレーした、ウェーイ、いけるぞー、ほらボレーした、いいぞいいぞ、ボレーした、いいぞボレーした、ボレーした、いいぞいいぞ、ボレーした、次進めさ行こう、勝利に向かって振り抜け、輝け打て、てるあき、野球は9回2アウトからです。振り抜ける今日、ここワッショイでいいと思うねんな、ここワッショイでいいと思う俺は、今この時振り抜ける今日、 OK OK や、よし OK、 まず行って、まず行って、よし、今日今日とりあえず1点、あと3点取れば追いつける、燃えろよ梅の、打てない、
ーローは岩下審判です。まあまあまあ、逆にさ、今日負けちゃったけど明日さ、ジャイアンツが負けてタイガースが勝てばゲーム差が今日と一緒になる。うん、まだ大丈夫大丈夫、まだゼロになるまで諦めたが、最終戦までテレビで応援してます。はい、現地で見ますんで。わいいな、はい、お会いします。明日勝ちゃいい。はい、ありがとうございます。パナマはじっくりと、ハラミなんかいらんぞ。負けました。視聴者さんのために勝利の花火ね、横浜の勝利の花火取ってあげたかったんですけど、無理でした。まあさっきも言ってたけど、ポジティブに捉えてもらって、なんて言ったらいいの、今日負けちゃったけど、まあ、ジャイアンツもこの前だ勝つやろ多分。もう終わったかな。終わった、多分終わりましたね。まあ勝つでしょうけども、まあゲーム差が3、明日さ阪神勝って巨人負けたら2やん。で直接対決2連勝しなきゃね。なんか、ずっとこういう感じで今年1年間やってきてさ、なんやかんや最後の最後までこうやってね楽しめてるというか、一騎打ちできてるわけやん、だからまだ何かドラマ起こるんじゃないかなと思うし、やっぱこう1年間応援してきて諦めるのは嫌やしな、やっぱゼロになるまで、まだまだ可能性がゼロになるまでは諦めたくないし、まあなんと言ってもタイガースも過去にあるじゃないですか、残り1勝したら優勝できるってとこで2連敗がなんかしてなあ、優勝逃したやつもあるやん。間違ったらごめん、当たった気がする。まあ、それもね、今日だって2桁打ってますからね。そう、打線はいいわけやん。打線でもともとピッチャーがいいチームなんで、こっからそんなになんか一気にずるずるいくことはないと思う。ちょっと、まあ久しぶりに継投失敗したくらいだし、まあ、ちょっとビーズリーのね、中継ぎがちょっとね、うん、まあ、いろんな意味で想定外だったけど、まあでも、あんま言い訳したくないし、負け惜しみみたいに聞こえるかもしれんけど、正直ちょっと球審辛かったね。もうあそこに投げるしかないやんってピッチャーの肩を持つならね、もうあそこに投げるしかないやん、ストライク取ってくれへんやんっていう感じでは思えちゃったというかさ、ちょっとピッチャーかわいそうな場面が多かったですよね。まあそこも球審との相性っていうのもあるんやろうし、まあもちろん八百長とかはね、ネタで言ってる人もおるかもしれんけど、ほんまにはないと思うで。あったらね、それはもう首飛ぶんでね、ないとは思うんやけども、ていうか、ないでほしい、本当に、まあ、あったらいけないから、本当に。ただ、でもほんまにちょっとピッチャーの肩を持つなら、今日は辛すぎたね。辛すぎた。で、まあ、バッターに関しても辛すぎた、これ取られんのっていう、まあちょっとなんか理不尽に感じちゃったところは正直あるけど、まあそれ言っても試合の結果ってのは変わらんから、まあとにかく、明日勝てるように応援するのみです。はい、正直負けると思ってなかった。あ、はい、はい、でもまあこういう時もありますよ。明日勝てばいい。そう、何が起こるか分かんないから、明日から本当に巨人が崩れる可能性もだってあるから、それは本当に分かんない。それで一番いいのは巨人が崩れる可能性がある、巨人の方が2試合多いだから、巨人が一気に崩れて4連敗5連敗する可能性ってあるわけよ。全然ある。だからこんなところで諦めずに、タイガースの選手見てくれてますか。はい、見てください、諦めずに。諦めないです。僕らは一生ついていくんで。はい、この間言っとったやん、清志郎がついてきてくださいって。ついていく。僕はその言葉信じてるんで、可能性がゼロになる。言われたからには絶対ついていくよ。絶対ついていくんで、信じて頑張ってください。はい、ってことで終わります。ちょっと正直ヒロがしんどいけど、ちょっとしんどいけど、はい、明日デーゲームなんで、ね、早く寝てね、はい、選手たちもね、今日バカバカ打ち合いしたからね、大変だと思いますけど、はい、買います。買いましょう。また明日切り替えて買いましょう。